こんにちは。ヒメヤブランを紹介しましょう。ヒメヤブランはユリ科ヤブラン属の多年草で、海岸付近から山間部の道沿い、土手、のり面など日当たりの良い苔のある場所で生えていることが多いです。大変小さい花です。ヒメヤブランの開花時期は7月から9月です。日当たりの良い草むらなどに生えています。しかも苔が生えている場所です。ヒメヤブランの高さは10から15センチ、葉は長さ10から20センチで細い線形です。茎より葉の方が長いのが特徴です。花茎の先端に相乗花状をつけ、薄紫色の花を咲かせます。花被片は6枚で直径約1センチです。ではしばらくの間、開花状況をお楽しみくださいね。場所によってはすでに果実がついています。その大きさは3から6ミリです。この付近ではたくさん実をつけていました。ヒメヤブランは日本全土に分布するとか、身近で見れるかと思ったらポイントが限られているんですね。ではまたお会いしましょう。